いや、このユニフォーム見てください、皆さん。かっこいいでしょ、この新しいユニね。少林サッカーみたいでかっこいいですよね。いや、PV でも、カンフーキックみたいなね、ゴール決めてたし、勝ったからにはやるしかないでしょう。ということで、少林サッカーユニフォームでアクロバティックシュートかゴラッソ決めるまで、終われまてーん、ま、とりあえずですね、説明必要ないと思うんですけど、ロナウド、ロマーリオ、ネドベド、デコ、リバード、これすべてね、ミドルシュートとアクロバティックシュート持ってます。で、ロナウドに関しては、フェノミナルも持ってると。少林サッカーみたいなユニだなと思って、ま、ちょっとね、映えるゴールをやっぱり見せたいと思い、はい、この企画をやろうと思いました。ま、最近沼ってるからね、ちょっとやっぱ1、2試合目で、サクサクっと終わりたい。でね、ちなみに、ま、少林サッカーってね、今連呼してますけど、どんなんだったっけな、これっぽいユニだよなと思って調べたら全然違いました。はい。ま、なんとなく少林サッカーっぽいということで、行きましょう！お願いします。さすがにちょっとね、クイックマッチで行くわ。ははは。いや、いいでしょ！映えゴールが取りたいだけだから、俺は。うん、これで、意味わからんミドルとか打ちまくって、ちょっとね、またレート下げるの嫌なんで、はい、ちょっとこれ、クイックマッチで行きます、今日は。さあ、ということで行きましょうか。うわ、かっこいい。あ、ロナウド7番にしないとな。オッケー、行きましょう。1試合目ね。さあ、お相手さんはクイックマッチだから。あー、なるほどね。お！キーパーセウス・アビラ。これはいけそうだぞ。オッケーオッケー、1試合目で終わらせよ。映え動画、映えゴールさえ取れれば俺はオッケーです。行きましょう。うわ、かっこよ、下も。え、この家に結構ありじゃない？割と俺今までのなんかユニフォームの中で一番なんかかっこいいと思っちゃうんだけど。さあ、行こうか。まあ、ゴラッソっていうからね、おっと。気をつけて、気をつけて。まあまあまあ、勝ち負けじゃないんだけどね。まあ、ゴラッソっていうからには、まあ、やっぱ、そんじょそこらのね、やっぱ、ゴラッソじゃダメなんですよね。軽いミドルみたいなのじゃダメで、この辺から打ちたいが、無理か。お。これでも近いな。ここだと近いな。クロス上げて、アクロバティックシュートとかしてくんないかな。はい。うん、無理。まだあるよ。来い！ロナウド！うわあ！普通のヘディング。確かね、フェノミナルの時に、ちょっとね、アクロバティックシュートみたいなの研究したんですけど、アーリークロスみたいなのにね、反応すると結構アクロバティックシュートになるんよね。だからまぁちょっとアクロバティックシュートはそういう感じで狙いつつ、まあミドルもね、ちょっとゴールキーパーの能力せっかく低いし、ぶち込みたいよな。どうだ？ロマーリオ！普通のヘッド！待って、一旦ちょっとアクロバティックシュート決まるかどうか怪しいから、ちょっとミドルだな。これギブされたらちょっと次、もうチェフとか来たら終わるから、ちょっと一旦ミドルで、バイゴール一回取っとこう。いいんじゃない？いいんじゃない？ロナウドー！オギャー！これもう少林サッカー並みのゴラッソでしょ。よし、一旦取れた。よし、あとはアクロバティック狙っていきますか。もう最近ね、ちょっと撮影時間がね、本当に長いんですよ。もう沼りまくってて、毎動画。まあ、なので、ちょっとたまにはね、ちょっと1試合2試合でね、サクッと終わる感じでいいんじゃないですかね。オッケー。とりあえずミドルオッケーだから、まあ、あとはちょっとね、アクロバティックゴールをぶち込みたいところ、さあ、ロナウド。あー、これ追いつかれちゃうな。おい。うわー、マジか。ギブだね。うわー、アクロバティック、このゴールキーパーから取りたかったな、アクロバティックシュート。まあ、しゃあない。次行こう。さあ、ということで2試合目やっていきたいと思います。お願いします。さあ、みんな、うわー、ロナウド調子がー。まあ、このまま行きましょう。で、おい、サマコの感じだ。おー、めちゃめちゃエピック。お、あるのでは。うわー。もう一回。ある。これこうして、ロマーリオ！いや、アクロバティックならぬ。いけるか？ロナウド！来い！アクロバティック！なんでヘディングになるの？これでもワンチャン後ろに反らせて、アクロバティック！おお！アクロバティックモーション来た！あら、もう一回行こう。あー、オッケー。来い！アクロバティックシュート！うわははは、惜しい、フリット。いいね。コーナーチャンスだな、結構。コーナーの反らしがアクロバティックモーション入るね。いや、2試合で終わらなかったか。まあ、ミドル決めたから、まあ、オッケーとしてもいいけど、いや、さすがにもうちょっと意地見せたいな。ちょっともう一試合頑張ろう。
お、チャンスだよ。あー、もう一回。来い。いやー、ヘッドか。あー、違うんよな。あー、次。こわー。お、チャンスなのでは。こうして。あー、違う。ちゃうねん。それじゃないよ。え、どうしたらアクロバティック出るんだろう。プラスルとかでやってみる。ワンチャンちょっとずれないと多分無理なんだよな。綺麗にその頭の方に飛んじゃうとヘディングモーションになっちゃうから、ちょっと後ろにずれるというか、そういう感じじゃないと多分アクロバティックモーションならないと思うんだよな。多分ちょっとプラスルでやってみるか。これで、あ、あー、でも悪くない気はする。さあこれでフラスルでどう。やー、ナイス。おー、いいね。まさに PV と一緒。はい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 、カンフーキックって言っていいのかな。いいね、デコ。フラスル作戦いいかも。フラスル作戦引き続き。あと問題は相手がやけくそになって、これさ、リプレイ機能、保存機能ギブされるとさ、ハイライト見えないからさ、できれば、いやー、違うんだよな。頼む、切断しないでくれ。多分無理だな。切断されるな、これ。いやー、デコのカンフーキック、ちょっと、リプレイというかな、ハイライトで、ちょっとサムネ用で見たいな。そのためにやってるってところもあるからな。映え写真をちょっとやっぱ撮りたい。あー、いいね、いいね、ロナウド。中入って。そうそうそう、中入って。もういいから、おもんないから別に。それ、はい、ロナウド。あー、今のよかったな。でもやっぱフラスル作戦いいね。チョンってして、どうだか。あー、ギブか。最悪、取れなかったか。俺ギブだよね多分。くそー、怖い。あー、終わりたいよ。おおおおおお、ロナウドヘディングモーション、最悪だこれ。もう相手のユニも変えてしまった。最悪。あるか。うーん、違うんだよな。来い、ロナウド。違う。もうだるいってギブボタン押せよ。しょうもねえ。おお、はいはいはい、分かってきた。やっぱアーリーだなこれ。おお、はいはいはい、ちょっと一旦トレーニングモードでいくわ。全然決まんねえから。どう、ああ、まあやっぱこうなると、ちょ、どういう形がね、一番アクロバティックシュートになるかちょっと研究します。うん、ポワーンだとダメだから、これで、これでどう。ああ、はい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 、分かったかもしれない。この辺の位置からこれで、これでいける。おお、はい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 、これもうね、アクロバティックというか、なんていうか、ちょっとボレーだけど、まあまあまあ、これが本番で決まれば相当いいゴールだろう。ロマーリオ、うわー、惜しくもねえけど、アクロバティックな体勢はした。ロナウド、うわー、惜しい。待って、この辺じゃね、普通のヘディングになっちゃうから、戻りつつ、ここでロナ、うわー。3時間経ちました。もうやめたいです。ロナウド、うわロナウド、うわー、しんどいて、さすがに。しんどいて。おー、
いいんじゃないですか。一応ボレーもう良くない、もう良くないか、もうボレーだよこれ。うん、いやギブしないでほしいな、できれば。うわーギブか、ちょっと映像撮れてないからな、もうちょっとだけ粘るか。もう4時間行くけど、来い、あー来い、あー来たー、うわー終わったー、投げー、あとは相手がギブしなければ。うわー5時間です、終わったー、なんでこんな映えゴール取るためだけに5時間消費するの俺だけだろ、絶対こんなしょうもない、しょうもねって言っちゃいけねえか、自分の考えた企画で。いや終わったよ皆さん、これはもう映えゴール間違いなしでしょ。あとは相手がギブしないで、あのリプレイだけ見れればもう問題なしです。はい、ということで、いや最後ねちょっとリプレイ映像とともに終わりましょう。いやしかしさ、思ったけどさ、このバイシクルっていうかさ、アクロバティックシュートを狙うっていうのは本当にむずいね。もう絶対二度とやな、ここだ、はい、えぐい、はい、えぐい、もうちょっと寄せの画像ないかな。あーいいね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 あー終わった、ありがとうございました、もう二度とやりません。